マリューの真実朝時短術。そう、今日は忙しい朝の時間を無駄なく使う時短の方法、朝時短術を紹介します。朝時短ね、これ気になるよ。ちなみにこの朝時短術に全国の高校生の 93% が興味があると答えています。その理由は、朝が一番バタバタする時だから、急いでうまくいかないとイライラするからなどの声が。高校生が朝起きてから家を出るまでの時間を調べると平均は53分、最も長い人は2時間半、最も短い人は10分でした。ちなみに朝時短術で知りたいこともリサーチ、結果は朝ごはんの時短術と髪のセットを時短、つまり寝癖防止法が上位に。まずは朝ごはんの時短術から。はい、ということで今日は朝の時短術を知りたいという高校生に集まってもらいました。よろしくお願いします。よろしく。夜が長いタイプね。それでは全国の高校生が実際にやっている朝ごはん時短術をチェック。プレゼンターは北斗。では参ります。私の紹介する高校生の時短術はこちら、はい、毎日決まった時刻に食べる。これは全国の高校生の 39% が知っていて、 29% がやったことがある、またはやっていると答えている。なるほど、はいはい、そして高校3年生のりんりんさんは。おはようございます。今6時半です。私は朝起きたらすぐに朝ごはんを食べに行きます。いただきます。理由はスマホを見てしまうからなんです。朝6時半、起きてすぐにご飯を食べると決めている。自分にね、ルール的に課すってことか。ベッドの中で携帯いじっちゃうよ。まあまあ、朝はね。そしてもう一人、高校2年生のムンクさんは。今私は7時40分から7時45分の間までご飯を食べるようにしています。いただきます。時間で区切るパターンね。そしてその理由は、家を出るギリギリまで寝ていたい、でも朝ごはんは抜きたくない、そこで朝出発する直前に大急ぎで食べることにしたそうです。大急ぎか。豊田さん、毎日決まった時刻に食べるっていうのは、これおすすめなのかそうではないのか、どちらでしょうかね。アドバイスしてくれるのは管理栄養士の豊田まなみさんです。はい、毎日決まった時刻に食べるのはおすすめです。あ、よかった。いいんだ。そうなんです、私たちの体って体内時計って皆さん聞いたことはあると思うんですけれども、朝食の時間を一定に保つことで体内時計 もう乱れてたものがリセットされるのでグッドなんです。いいんですね。はい、体が起きてから1時間以内に食事をもうスタートしていただいた方が、リセットされると早く召し上がっていただいた方が、動くためのエネルギーとかも出来上がってくるので。そうなんだ。ただし、ただし、はい、ただしですよ。注意点が。ただしですよ皆さん。はい、りんりんさんのように朝起きてすぐに食べるっていうのは NG なんです。なんか良くなさそう。ダメなんだ。びっくりしそうね。なんでだろう。何時間も寝てたから。そう、なんかびっくりしちゃうっていうのもある意味あるんですけども、実はね、理由はもう一つありまして、起きてすぐのお口の中って寝ている間に雑菌とか細菌が繁殖するんですよね。唾液が分泌が減ってしまうので、でそうすると朝ごはんと一緒に細菌を一緒に食べてる状態になってしまうんです。なるほど。でそうするとちょっと疲れた時なんかは、それが原因で実は風邪をひいてしまったりとか。耳鼻咽喉科医の好み宇治本さんによると、朝起きたばかりの口の中は雑菌や細菌が日中の 1.2 倍に。それが体に入ると悪玉菌が増えたり、ウイルス免疫が下がったりするそう。そこで、朝起きて
てからすぐ歯を磨いてからご飯っていうのだったらいいですね。その順番だ。はい、そうなの。じゃあ俺気持ち的に朝ごはんの後がいいのかなと思って、ね、食べた後ね。サンドイッチがいいですね。サンドイッチがいいんですか朝ごはん。違うよ、違う朝食の話じゃね。米でもいいんで、あの前と後で両方サンドイッチで歯磨きするってことですね。朝2回。そうなんだ。リミンさん、豊田さんのお話を聞いていかがですか。こうすぐ食べるみたいに言ってたけど、朝すぐ食べるのあんまり良くないのかなって気はしてたんですけど、それがその口の雑菌系っていうことをちゃんと知れたんで、あの春からは一人暮らしも始めて、いろいろリズムが崩れちゃいそうなんで、絶対に守っていきたいなって思いました。続いて5分間で食べるというムンクさんについては、ムンクさんのように何時までに食べ終わらないといけないといった時間制限を設けるのはどちらかというと NG なんです。なんでだ。その理由は、もう5分以内とか3分以内とかってなってくると早食いにつながってしまいますよね。で、実はあの早食いをすると内臓にも負担がかかりますし、あとはあの実はですね、食事の後の血糖値がギューンと急上昇しやすくなるんです。で、何がそれでいけないかっていうと、あのバーンと上がったものって体がバーンと下げようとするんですよ。で、反応しちゃう。そう、反応しちゃうってことは眠くなる原因になるので、あのだって学生の皆さんこれから勉強しなきゃいけないのに、あの着いた瞬間眠くなるっていうのはちょっとダメなんで。だから俺高校の時そうだったんだ。もうコンビニで例えば買って学校に着くまでの間に一気に食べて座るみたいな。それで眠くなってた。眠くなってたわ。ムンクさん、実際この眠くなったりする？眠くなります。やっぱなるんだ。やっぱなるよね。はい、なんかいつも1時間目寝そうになってるんで。早っ。そうか、まあでもさ、1時間目から眠くなるってさ、食事のせいだと思わないよね。思わない、ただ眠いだけなの。そう、寝不足なのかなとか思ってたけど、ここで豊田さんからアドバイス。それは眠くならない食べ方。急上昇させないためによく噛むっていうのも一つの手なんですよね。咀嚼回数を。そうです。そうするとあの柔らかく入っていくので、柔らかく上がっていきやすくもなるので。よく噛んで食べるとゆっくりと消化されます。すると血糖値の変化はなだらかに。その結果眠気が起こりにくくなるそうです。全国の高校生200人に聞くと、朝ごはんにかけている時間は平均14分。しかし理想の平均は8分。ではそんな時短レシピがあるのか。簡単時短メニューも発信している豊田さんに相談すると、まず昼と夜のご飯をしっかり食べていただくことと、1回まあ30回噛むっていうことを意識していただければ、8分で食べ終わるレシピはあります。8分、いいね。8分。そこで豊田さんが考えてくれた11のレシピのうち、どんな味かを知りたいのはどれかと全国の高校生にアンケート。今日は1位の鮭フレークポップコーンおにぎりと、いやいや、ポップコーンはダメだって。順位は9位だったものの、豊田さんが栄養的に最もおすすめという納豆糸寒天丼を紹介します。まずは鮭フレークポップコーンおにぎりから。高校生からは、ポップコーンがどのような食感になるのかわからない、未知の組み合わせなどの声が。それでは、その作り方は、ご飯をボウルに入れ、続いて鮭フレークを入れます。そしてポップコーンです。やっちゃってるよ。いや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 。袋に入れ、細かくなるまで砕きます。ご飯粒と同じぐらいにすると食感が良くなり、美味しいと感じるそう。ポップコーンを投入します。砕いたポップコーンを先ほどのご飯と鮭フレークに混ぜて握れば完成。調理にかかった時間は4分。あとはよく噛んで
4分かけて食べると目標の8分に。はい、ということで、いやいやいや、まあ、時短の朝食ということで、いや申し訳ないけど美味しそうとは言えないね。まあ、あのそれぞれを見たら美味しいんだけど、組み合わせはちょっと、ポップコーンとお米ってある？でもそうか、トウモロコシからできてるから良さそうは良さそうか。だから言っちゃえばコーンおにぎりみたいなのあるからね、実際。いや、でもよ、でも、そうだね。だから、でもよが出るよ。いや、わかるわかる。ちょっとね、豊田さんがふざけちゃった可能性が出てきてますけど。おしゃれだよね。それでは、鮭フレークポップコーンおにぎりを食べてみます。いただきます。じゃあもう、いただきます。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 あ、なんだろう。あ、うまい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 、おいしい。ポップコーンって言われなきゃ分かんないかもしれない。なんか、だからちょっと鮭フレークのおにぎりちょっとごまかけてるぐらいの食感しか残ってないから、ポップコーンが嫌じゃない。馴染んではいるね、うん、これうまいよ。みんなありがとうございます。やっぱりあのコーンなので、あの穀類なんですよね。あ、なるほど。だから雑穀米食べてるようなイメージで召し上がっていただけるかな。どうださん、それです。そうそうそう、言ってよ。隠してたんですか。そしたらこのパラパラ感も納得だわ。そうだね、その感じだわ。そう、雑穀とか玄米かなっていう感覚ですね。ね、実はあの朝食べてほしいもの、お野菜とか食べてほしいんですね、うん、あのだけど朝から野菜料理とかってなかなか難しいじゃないですか。いっぱいの品数も難しいですよね、はい。でその中で実はポップコーン入れることによって食物繊維がもう急増するんです。なるほどね。今回豊田さんが考えた朝ごはん時短レシピには共通点があります。それはタンパク質、糖質、そして食物繊維を含んでいることです。タンパク質は血液だったり筋肉だったりいろいろなものを作る部品になっています。そして糖質はそれを作り変えるためのエネルギー源になっています。タンパク質と糖質の2つは体や頭を働かせるために必要なものを作り出します。午前中から動き出す高校生にこそ朝ごはんにタンパク質と糖質が必要なのです。そして食物繊維は体の臭いや便秘を解消するため必要です。タンパク質で体に吸収されなかったものは老廃物として残ります。すると体臭や便秘の原因に。この老廃物を体の外に出す働きをしてくれるのが食物繊維なのです。鮭フレークポップコーンおにぎりにはタンパク質は鮭フレークに含まれます。糖質はご飯に、そして食物繊維はポップコーンに含まれています。ちゃんと取れてんな。いつもの朝食みたいに食べれてんだけど、これで栄養値がカバーできてんな。いいよね。ここでわらびさんから質問が。そのおにぎりとかって1日前に作っておいて、うん、そのまま朝食べるでもいいんですかね。あ、作り置きパターン問題ないですか、豊田さん。バッチリです。実はね、その方があの太りにくいってこともあるんですよ。なぜ、はい、あのご飯って温かい状態で食べるとあの血糖値とかまあ上がりやすいんですけど、少し冷めたり常温だと消化 しにくい、なんていうか難消化性のものに変わるんで、ゆっくりと血糖値が上がっていく分、あの実はね摂取カロリーとかにも減ってきたりするので、だから冷えたねご飯って実はおすすめなんですよね。ではまあもちろんその炊きたてでももちろんいいですけど、はい、その冷めたおにぎりでも問題ないです。そっちにもメリットは一応ありますよ。そうです、それにもメリットがあるということですね。なるほどね。続いては納豆糸寒天丼。その作り方は、納豆にタレをかけ混ぜ合わせます。糸寒天はご存知の方もいるかもしれませんが、海藻天草を原料に岐阜県などで作られています。よくサラダにたまに入ってるよね、海藻サラダ。あ、入ってるね。あの透明の麺みたいなやつか。あ、そう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 。最後に納豆と糸寒天をご飯にのせれば、こちらが私のおすすめの納豆糸寒天丼です。調理を始めて完成まで2分。
あとは6分かけてしっかり噛んで食べてください。まあこれ合わないってことはないと思うけど、なんか足そうとは思わないよね。豊田さん癖のある食感足すの好きだね。そうです。なんかいや絶対うまい。あと俺ね納豆めっちゃ好き。あ、そうか、食べるね。し糸寒天もめっちゃ好きなの。うんうん、もう海藻サラダも糸寒天ばっか拾っちゃうタイプだから。はい、ということで納豆糸寒天丼食べてみましょう。いただきます。いただきます。ちょっとね、いや結構俺抵抗あるかも、さっきよりも。まあでも匂いはさ普通の納豆ご飯なんだよ。まあ寒天にそんなに強烈な匂いないからね。いただきます。ちょっと糸寒天多めでいただこうかな。うん、なんだろうこの時間。なんか俺あとメンバーの手見てもらえば分かんないけどね、手が止まんないんだよね意外に。意外に食ってんだよ。うめ。うまいですか。うん、僕とうめ。うめ。これスーパーに売ってますか。売ってます。ちゃんと探してみよう。豊田さん的にこの糸寒天のおすすめっていうのは何かあるんですか。はい、やっぱりあの納豆だけだとちょっと栄養価が、お野菜が足りなかったりね、繊維が足りないってありますよね。で例えばオクラ納豆とかも美味しいじゃないですか。はい、美味しい美味しい。でも朝からオクラ刻むかっていうとなかなか茹でて刻んでって大変ですし、なのでお野菜の代わりに、まあ、糸寒天って長期保存できるのもおすすめですし、あとはまあ10分ぐらいで戻るので、まあ、前の日に漬けとくとか、まあ、大量に漬けてタッパーに入れといてサラダとかいろんなものにトッピングできるんで、なのであのお野菜だと腐らせてしまったりとか、なんか買い出し行ったり大変なんですけど、常に置いとけるので。あー、なるほど。だから面倒くさがりの人にはもうおすすめの一品なんですよね。この納豆糸寒天丼にも先ほどお伝えした朝とっておきたいタンパク質、糖質、食物繊維が含まれています。タンパク質は納豆に、糖質はご飯に、そして食物繊維は糸寒天に。これでエネルギーチャージができ、老廃物を出しやすくなります。え、だからさ、これ一杯食べればもう朝は十分ってことですよね。うん、そうですね。本当はいろいろ細かく言えば味噌汁とかいろいろあるんですけど、取ってもらいたいもの、ただ昼と夜とかでしっかりカバーしてもらえれば朝最低限取っていただきたいものはもうちゃんと取れてます。めっちゃ楽こんなん。やっぱ普段って俺らもライブ前とか納豆ご飯食べるじゃん、うん、食べる食べる。でもやっぱ気にしてちょっと野菜サラダを食べたりとかするじゃん。 そうね、それをまあさらに時間がない高校生がってなるとこれめちゃくちゃいいかもしれない、うん、めっちゃいい。時間、ね、時短になって時短になって栄養素カバーできて普通に美味しい納豆ご飯が食べれるっていうのはめちゃくちゃいいかもしれない、うんうん、バリューの真実。続いては髪のセットを時短、つまり寝癖防止法について。やっぱ朝の時短術の中でこれは天敵ですよね。髪は時間かかるよね。では寝癖の原因とは。日用品メーカーで髪の研究をしている三好英介さんに聞くと、一番多い原因はやっぱり寝るときに髪が乾いてないことが多いっていうことがあるかと思います。そうなの。三好さんが所属する日用品メーカーが調べたところ、 92% の人が間違ったドライヤーでの乾かし方をしているという結果が。それはポイントはやっぱり根元でございまして、でそこが乾いてるかどうかっていうところがポイントなので、ぜひそこをチェックしていただきたいなって思います。そう、問題は根元をちゃんと乾かさないまま寝てしまっていること。ちなみに全国の高校生に聞くと、根元を乾かすことを意識していたのは 6% でした。では根元に水分が残ったままだとどうなるのか。普段髪の毛はその成分であるタンパク質同士がくっつき形をキープしています。それが水を含むとタンパク質同士が緩んでしまい、髪の毛は柔らかくなるそうです。その後水分がなくなると髪はその位置で固まります。これが寝ている時に起こると寝癖になります。さらに
根元を乾かさないままでいるとですね、その根元の水っていうのが移っていってしまいますので、あの髪の毛の形がですね、乱れやすい状態になってしまって、もう全体的にあの寝癖がつきやすい状態になってしまいます。移っちゃうんだ。びっくりだよね。あ、だから違うところにできたりするのかな。根元は水分が残りがち。さらにその水分は他の髪にも移るので、寝癖の被害が拡大するというのです。ではどんな乾かし方をすると根元に水分が残るのでしょう。寝癖で悩んでいる高校生3人に普段やっている髪の乾かし方を撮影してもらい、三好さんに見てもらいました。チェックするのは3つ。タオルドライ、ドライヤーを使った乾かし方、乾いたかどうかの確かめ方です。まずはタオルドライから。もう僕はもうぐちゃぐちゃします。うわ、勢いよくタオルドライを始めたもじゃさん、ちーさん、なゆみんさんも同じようにゴシゴシとタオルを当てています。これを見て、あんまりこうガシャガシャやってしまうと髪が傷んでしまったりするので。あ、まあそうか、強すぎちゃダメなのか。でもこれが気持ちいいんだよな。いや、そうなんだよな。このようにガシャガシャする人は多いそうです。ただ髪が傷むだけでなく、タオルが髪の毛の根元にしっかり当たらないことも問題です。ではどうすればいいのか、タイガがお手本を見せます。カメラは北斗と慎太郎です。じゃあ行きましょう、はい。まずはですね、お風呂から上がったらタオルドライ。あ、ちょっと北斗さん自分にピント合っちゃってますよ。え、北斗さん自分にピント合っちゃってます。おーおーおー、まずお風呂から上がります。はいはいはい。上がったらすぐにこのタオルを、お風呂から上がりますよ、みんな分かってるんで絶対上がってください。はい、お風呂の中にいないでください。それは分かってますよ。このタオル広げます、ちゃんと、はい、そしてこれをちゃんと広げた状態で頭からかぶる。あ、なるほど、はいはい。そして根元を拭くのは、タオルの上にこのクワの手、こういう感じで、虎の手と言ってもいいですね。おタイガーだけにね。タイガーだけに虎の手でやってください。虎の手、いいよ、そういうカットいらない。この両手広げると指の腹の部分って分かりますか。分かるよ、指紋があるところ、ね、ここ、はい、ここをしっかりこうマッサージする、当てるイメージで、爪を立てないように、爪を立てずに、指の腹、爪立てると傷ついちゃうので、なるほどなるほど、軽くこう擦るんでもなく押し、なるほど。これ三好さん、ちょっとこう揉み押すようなイメージですかね、気持ち。あ、そうですね、はい、少しあの力を入れていただいて、タオルで根元付近の水分をしっかりと取っていただければと思います。それで根元の水分を取ってるんですね。そうですね。そう、根元を重点的にタオルドライしておくと、次のドライヤーで乾かす時間が短くなるそうです。ここでキュウリさんから質問が。質問があるんですけど、私お風呂を出た後にタオルドライより先にまず髪をギュッと絞ってしまうんですけども、これはいいんでしょうか。どうなんでしょう、三好さん。優しくですね、あの触っていただいて、こうキュッキュッキュッという形で水をあの取っていただくというのが一番いいかと思います。あの絞るというですね、あのすごくこうギュッてやってしまうと、やっぱそれで髪が傷んでしまうということもありますので、あの優しく水分を取るということを意識して、水気を取っていただくというのが一番いいやり方だと思います。続いてドライヤーを使った乾かし方。3人の乾かし方を見ると、ナイムさんは風が表面だけに当たるようドライヤーを使っていました。そうな、表面だけだね。ちーさんは指先を使って根元を乾かすことを意識しているように見えますが、あ、でもやっぱこういう風に乾かされる方非常に多いですね。そう、いろんな場所をランダムに乾かすやり方。しかし、あのいろんなとこ、こうランダムにだんだんとやられるよりは、あの、まあ、ちょっとブロックに分けてですね、この部分乾かして、この部分乾かして、あのっていう形でやられる方がいいかなと思います。そうなの？あ、そうなの。
ブロックごとに乾いたかどうかを確かめながらの方が乾かし忘れが少なくなるそう。では前髪ブロックから。耳から前はですね、根元からこう前側になるようにこうドライヤーを当てながらですね、毛流れ意識して乾かしていただくというのがまず最初のポイントになるかと思います。なるほど。つまりでこの熱風は根元から下に当てるようなイメージでやっていくと、はいはいはい、ドライヤーの風は根元から毛先の方向へ。さらにどれぐらいの距離感なのっていうドライヤーが、あーよくあるね、そういう悩みあると思うんですけれども、この乾かしてるこの手が熱くなければ大丈夫です。続いて手の動きは根元からこう順番にこう下に下ろしていくイメージ。上から下に。そして指で髪の根元をギザギザに小刻みに、揺り動かすのがコツです。順番としては前をやりましたら、はいはい、次サイド、サイド、そしてサイド、ね、その後に後頭部というイメージで、これを順々にブロックごとにやっていきます。なるほどなるほど。ここで高校生から質問が。はい、その前の方をやったら右の方に移るって言ったんですけど、どれぐらいで前の方いいかなとか右側に移ろうかなっていうその判断基準とかはちょっと知りたいです。宮内先生どうなんでしょう。はい、もう全部乾かしきっていただいて大丈夫です。手で触った時に、乾いてないとですね、結構髪と髪一本一本がくっついて手に吸い付くような感じがあるんですけれども、はい、乾いてくるとですね、サラサラとしてこうひっついた感じがなくなりますので、サラサラしたって感じたところが乾いたというところになります。なるほど。愛ちゃん大丈夫そう。はい大丈夫です、ありがとうございます。はい、ありがとう。もう一人ムーさんからも質問が。さっきからずっと手でやるって聞いてるんですけど、髪が長いと手を押さえるなんていうの、頭がなくなって髪だけになっちゃうじゃないですか。そう、その時に私いつも櫛を使ってるんですけど、はいはいはい、櫛じゃなくてやっぱ手の方がいいんですか。三好さんどうなんでしょう。あ、そうですね、はい、櫛をですね、使う時はですね、できればドライヤーと一緒に使うのではなくてですね、タオルドライが終わったタイミングで、使っていただきたいなと思います。お、はい、っていうのも、濡れた状態の髪ってすごく傷みやすいですので、はい、やっぱ濡れた状態でこう目の細い櫛でやってしまうとですね、結構絡まって傷んでしまうんですけど、タオルドライした後にですね、目の少し粗い櫛ですね、それで毛先の方をこう溶かしていただいた後にドライヤーはもう手でやっていただいた方が髪が傷まなくていいと思います。もう分かった、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは最後、乾いたかどうかの確かめ方。協力してくれたもじゃさんは、はい、こんな感じで、はい、見てください、サラサラになりました。乾かし終わりました。暖かい風のドライヤーをかけ終わった後、手で触って乾いたかどうかを確かめました。これを見た三好さんは、根元の部分っていうのは乾いてない可能性高いんじゃないかなっていうふうに思います。その理由は、乾かした温かい風を当てた直後に触るとですね、やっぱり髪がまだ温かい状態なので乾いたかどうかっていうのが指で判断できませんので、乾いたかどうかを確かめるには、指が通る感じになってきたら、いよいよドライヤーの熱風を終了し、冷風に切り替えます。おー、そして冷風モードで、髪を室温と同じぐらいにする。お、室温と同じぐらい。室温と同じ。冷風モードで30秒ほどクールダウンすると、髪の毛の温度は部屋の温度と同じくらいになるそう。その上で乾いたかどうかを確かめると正しくわかるそうです。根元の水分を確実に乾かす、これが寝癖予防につながります。はい、ということで高校生の皆さん、本日はありがとうございました。そして三好さんもいろいろとアドバイスいただきありがとうございました。ではお会いしましょう、バイバイ。今日のバリューの真実、役に立ちましたか。次回のテーマはこちら。
番組からのお知らせです。高校生の皆さんで番組作りに参加してみたい人いませんかね。詳しくは番組ホームページをご覧ください。お待ちしております。サバンナのバリューの真実でした。次回も見てね。